大気イラン和戦ベスト16シータク司会実況の笠原奈です。解説は引き続き藤崎聡プロが務めます。藤崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。大気イラン和戦ベスト16シータク最終4回戦開始されました。最終戦、チーチャから魚谷、ナンチャ佐々木、シャーチャ勝又、ペーチャ伊藤の並びです。4社が条件確認を終えて最終戦を迎えております。ドラガイーマン上位2名が勝ち上がり、おお、ダブタンコなんと魚谷が現在最終戦でトップを走っていますが、ダブトンがあんこでした。本一対決、はい、ただ魚谷さん圧倒的に有利だ。圧倒的初チュン統一、伊藤は苦しい立場、追いかける立場です。いや、ね、このポイントなんで役満見えるときは狙っていかなきゃいけないですよね。国士無双見えています。なんだろう、中一層か国士無双かね、はい、ちょっと条件おさらいとなりますが、まずはこの最終戦迎えて藤崎さんいかがでしょうか。まあ三つどもえには一応なってますからね、はい、大谷佐々木勝又かなり苦しいので、まあ、あのトンバというか序盤の展開を見て、はい、ターゲットを絞る感じでお互いになるんでしょうけど、まあ、はい、今のところは例えば勝又からしても久渡だけじゃなくて大谷さんも狙ってますよね、はい、うん、まだまだ圏内ですよね。まだまださ、佐々木が仕掛けを入れました。チーマのポンから発信で本一仕掛けです。ペンサーマン、サブローマン、モイシャンテン、はい、大谷も。しかも大谷さんマンズ絞るわけにいかないから。そうです、来たー。ちょっと7700ペンサーマン、本一一通ドライチです。で、国士やってる人とピンズやってる人いますからね。はい、打ってる打ってる、数万打ってる。ここだって大谷決めたいですよね、この手は。もうこ決まり手になりますよ ね、 すね。大谷さん上がれば多分今なら全然出てきますか。川的にも出てくるんじゃないですかね。だってあれで電波ってると思わないでしょ、はい、77でかいぞ。あれで3万打ってる7700はだいぶ卑怯だよね。この3層は1枚切っとくんでしょうか。お、手の内で、まあ、勝又に3枚いったら事件だね。またはい、数万個数万個三色どこありますね、そういった未来も。だから勝又に3万あんこになれば今度大谷さん圧倒的有利だよね。はい、現状は佐々木、いいシャンペン選んだのはチュン。バフィン4枚切れは程よいね。はい、パーマンつもりはおかしい。余ったね、ちょっとおかしいですよ。しかも恐ろしく早かった、はい、ノータイムでした。きたー、ちちちち6球ピン、ウーピン、ウーピンだと一通です。18000、はい、本一通ダブトン。6球ピンって買っちゃうね。あ、ウーピンだ、打たれた。魚谷が決まり手、18000、本一一通ダブトンです。これは決まり手と言っていいでしょうか。これは一人ゴールじゃないですかね。はい、まずは魚谷がベスト8の切符を手にしたと言っても過言ではございません。いや、今のをね、伊藤に止めろというのもね、無理無理無理。あ、さあ、大谷ちょっと安全圏に入りましたが、はい、気持ち的にはいかがでしょうかね。はい、ただ大谷さんのファンの皆さんね、はい、仕事終わってますよ、大丈夫ですよ今の見たかったですよね、はい、マジでこれお家に帰ったら終わってんじゃないみんな仕事終えたぐらいじゃないですか、ちょうどね。ああ、そうですか佐々木プロもね、今のいやいや、今のはだってさ、ね、三面ちゃんでしょ、はい、捕まなくてよかったの方がよかったになりますね、はい、先行するんじゃないですか、はい、勝又が勘違いを引きれました。両者点だってね、まあ、あのちょっと伊藤さん応援されてる方には申し訳ないですけど、はい、飛車とか勝又打ってたら事件でしょう。だってもう本当ですよ
このルールでの1万8000この状況下での親場は残ってるとはいえ、ね、1万8000とかお互い打っちゃうとその1万8000取り返して浮かなきゃダメみたいな条件になりそうですからね、はい、まあ伊藤はでもこの最終戦迎えるにあたってかなり厳しい状況を突きつけられていますから、そうですね、初のポン、まだやる気は十分のようです。本当だね、これは連チャンになる可能性高いんじゃないですか、はい、こうなるとだってもう誰も大谷さんには応じたくないもんね、高いの持ちたくない、もうだって久渡と勝又はお互いしか見てないでしょうからね、そうですよね、はい、ここに割り込んでいく意味もそんなにないってことですもんね、うん、トーナメント的には、はい、もうスパッと抜きましたもんね、久渡もね、はい、歩くトーナメント佐々木久渡、勝又プロもドラ打ち気なさそうだもんね、はい、となると大谷の連チャンか、まずはテンパイが入るかイーシャンテンです。連チャンは結構濃厚だよね、はい、こうなる伊藤もどうでしょうか、これはイーシャンテンなんですけど、まあ、捌けるかどうか、テンパイです、イーピンか南端期、一旦南端期に、まあ、イーピンはね今合わせる形で打たれています。お、ドロドロなりましたけど話変わってきますか、勝又がイーシャンテンです、変わったんじゃないですか、これだって想像の本質に見えるはずなんで、はい、パスを打っていきましたからね、来たイスピンピーフドラドラ3900、親の現物となっています。佐々木全然打っておかしくない、あ、キューピンもちょっといいピンで証拠があったんで、はい、ピンズかもねって思ってるってことですか、ウオタニがですね、そうですね、はい、最終手出しはいいピン、あ、これでやっぱピンズですか、うん、あ、今のつもぎりで、そうですね、はい、リャンピンじゃあ強いですよね、チーピンリャンピンと勝又の、さすがにもう勝又先張ってるなとは思ってると思いますよね、大谷の町は山には残っていません。一数ピン待ち、一ピン一枚、数ピンも一枚。2対0の勝負です。伊藤はイーシャンテン。来た1300、2600、ね、ピン普通もドラドラ、一本場です。これも大き上がり、ただもともと久渡の方が7ポイントぐらいリードしてたので、はい、久渡がリードするとなかなか縮まらない点差なんだけど、まあ、勝又プロが勝ちゃんの方がリードする分にはね、久渡も別にそんな差になるわけではない、はい、おー、なるほど、ああそういうことですね、うん、はい、現在は勝又がかなり上には見えますが、8ポイントぐらい上なんですけども、まあ、浮いちゃえばまたみたいなね、はい、全然わからない状況と言えます、はい、当2局、佐々木の親番ドラスーピン出入は頑張れそうな形ではあります。続きまして勝又シャーをドイツにしてる急走から、うん、ここは気使いますよね、飛車との連チャン許すわけにいかないもんね、はい、白ドイツ大谷、大谷はこうなったらどうするんでしょうかね、まあ、もう曲進めていくだけじゃないですか、安全にね、ただあの大谷さんもね抜けたとはいえね、8000とか1万2000補充して曲進めていいわけではないので、はい、はい、まあ、気は使いながら、うん、こちら今回どうするんでしょうか、白はまだちょっと泣きづらい形ではあるでしょうか、うん、まだまだね、あのもうちょっと形整わない限り出ていかないと思うんですけど、はい、ドラも浮いています。お、これで怖くなくなりました、ちょっとは、ちょっとはね、だいぶ他の人の手の怖さは減りましたね、はい、1枚目からいくかな、大谷はどうするんでしょうか、まあ、ただこれでも1枚目からいかなくて、もう1枚引いてからでもね全然いいと思うので、1枚目スルーする手もあるし、
どっちもありますね。この状況に置かれたら、まあ、でも大谷さんのタイプからするとね、はい、俺がっていくかと思いましたけど、もう行くよね。行きますね。あれは誰でも行くね。もう安心しました、これで。漫画も残機も一緒ですからね、はい、大谷さんからするとね、はい、ウーピアつもぎりでした。3万本はどうするのかな。一応テンパイですけど、あのチーマンは絶対なくと思うんですけど、はい、まあ、スーピーもポンですもんね。うん、かー、やめてほしいな。アクドラさん感チーマン闇天です。漫画ちょっと言葉がない。藤崎さんが黙っちゃいました、珍しく。あ、疲れてるわけじゃないけど、はい、すげえなと思って見てるだけで。ペンチーマンに変わらず町は、いやー、佐々木勝又、どっちかが包丁掴んでしまうと、はい、結構事件なんで、ね、みんなこれチーマン出る捨て牌みたいな感じですよね、見た目は。あの大谷ちゃんにテンパってますって手挙げられてもチーマン止まんないですよね、はい、私テンパってますよって言われても止まんない。はーいって言ってチーマン聞いてます。伊藤がまず捕まるのか。チーマンだ。4回戦も苦しいと、大谷の上がり最後まで、はいとしっかり言います。白ドラさん8000点。もうこれもね、競ってる2人はよかった、捕まるぞって思ってるでしょ。おー、何してんだよ。にはならないですもんね。高えよちょっとみたいな。これ2人からしたら、もう大谷さんこうやって上がる分には、いや、もう2人とも関係ないですよ、はい、そうですよね。あのお互いの勝負だと思って、うん、もうあの1万8000で多分大谷さんを計算から外してるはずなんで、はい、あ、ヒロリンという声も届いております。無理でしょう。あのウーピーも今のチーマもね、無理ですよ、無理でしょう。もうね、あのね、3回戦のね、羽満手のから換算層の積もられを見てね、はい、笑ってた伊藤プロもいました、うん、ちょっと今日は厳しい日なのかなっていうのは痛感してるのかもしれません。そうですね。でね、これが、まあ、あの正直、はい、30そこそこの若い子だったらね、はい、いやーよかったじゃん、いい経験できてね、うんうん、あいつら化け物でしょみたいな話で笑ってしまうんだけどね。、はい、伊藤さんはね、最後のチャンスでしたからね、ランワ戦はね、はい、今回が最後のチャンスです。初めてで最後と、50歳になりました、ね、言うても俺と変わんないんだもん、ね、はい、前田と同じ年ぐらいだよ ね、 そうなんですね、多分ね、はい、はい、頑張りますと言ってくれた伊藤です、うん、ねえ、なんかもう内容もさ、3人が早すぎて強すぎて目立てないもん、ね、いや、あの変な打敗とかがあったわけでは一切ないんだけど、はい、すごく安定されてるイメージはありますけども、ただあの結果ダメでしたけどね、はい、あの3回戦目のもう打点とかの戦い方は非常に良かったと思うんでね、まあ、もう終わった前提で話してますけど。まだね、ここから何があるかわからないのが麻雀ですから ね、はい、貫禄引き入れた佐々木です。天保2連続あるかもしれないですね、はい、それは名を残しますね。まあ一発でも残すけどね。チートイツイーシャン天活、また連盟チャンネル天保ないもん ね、 まだね、あ、ないんですね、うん、いや、ないと思うな。え、地方もないんじゃないの。ないかもしれません、メチャンネル自体はね、はい、あの飛車とのローピンツもありましたけど、ありましたね、スパーン、あれも連盟チャンネルではなかったですもんね。そうですね、ここで考えた大谷ですが、スースーつまぎり、俺こんなに麻雀やってて天保一回もないですからね、地方はあるんですね。地方は何回もあります、はい、あ、天保ね、一回あのロンロンであります。インターネット選手権でやる。ちょっと複雑な感じですね。インターネット選手権の決勝で、でも大事じゃないですか、上がったんですけど、チートイだったんですけど、はい、ロンロンって早いのよ、はい、天保の時パンパンツモっつっても手を挙げられて4万8000って出るんで、形が全然覚えてません、ね、なんか実感もわからないまま、あれ点数増えたまま、自分で上がってるの気づかないうちに天保って、あれ周りからしてもね、グラッときますよね、うん、えって、うん、上がった本人が何が起こったかよく分かってない、はい、テンパ入りました、勝ち止まったかテンパイ、はい、ドラタンキはいいピンです。
周りから期待はどうでしょうか。分かんないですけどね、はい、まあ、この局面9600も1万8000もさほど大差ないくらいの決め手になりかねないので、はい、まあ、ただ相手が久渡なんでね、はい、決まらないでしょうけど。あ、猿川さんが「さんまでちいほうがありますよ」というちょっと言葉が届いていますが、さんまね、さんまね、うん、はい、あれね、あれね、サイコロ振ったの僕なんですよね。あれあれサイコロ大事ですからね、藤崎さん。僕がサイコロ振ったら、ね、1巡目に8000、1万、あ、1万6000オールって言われたのか。気持ちいいの見えましたね。さんまだからね。さあ、E ピン短期の親番勝又が転敗中、残り E ピン1枚で4000オールがあるでしょうか。大谷さんの包丁もある、ね、形が整ってきた魚谷天敗です。関連ピン、はい、ただ順目が順目なんで打たない可能性もありますけどね、はい、これいつもも、あ、これで、ね、魚谷さんが、あ、でも一応ね遠慮しましたか、はい、正直魚谷さん9600の包丁痛くないんですよね、はい、あんまりね打ってもおかしくはなかったですけど、役割になるならね、そっちの方がいいですからね、可能性としてはありましたよね、うん、まあ、現状でも天敗と。コンリョンピン入れました。佐々木天敗、ウーピン切って闇天です。役なしペンチーマン、お、ここは闇天に構えていた伊藤が上がりとなりました、うんうん、チートイツ1600です。ここは一曲消化する形でしたが、はい、まあ、あのもうどの道は親で、ね、あのね、上がり続ける以外に逆転しないので、はい、まあ、小型の時はこういう戦いになりますよね、はい、うん、で親番でフィーバーしようと、親番で折りなしぐらいの戦いになるってことですよね、はい、まあ、伊藤はオーラスの親番ですからね、はい、最後まで条件があるってことですもんね、うん、はい、かっちゃんもドキッとしたでしょうね伊藤さんに闇天でのこの状況のって言われて、え、なんていうんですか1600年ただまあ考えてみればそうですよね、はい、多分高ければリーチ来るだろうなっていう状況ですから、点数欲しいですからね、はい、うん、もう闇天に構えてるってことは高くないんだろうな、うん、まあ、トンペイ統一です。ペイチャトンバ、伊藤の連中はどうでしょうか。大谷も形いいんですよね。本当だ。佐々木も良かったです。いいよ、みんなパワーも違いますね。ね、はい、みんな若いね。すごいですね。だって毎日も真剣勝負のいろんな対局されてるわけじゃないですか。ね、昨日もね、佐々木さん勝ってね。ね。何なんですか。言葉がすごいな。ヒシャンテ。ただ久渡は現状負けてるんで、はい、チーとかはできないと思うんですよね。じゃこれテンパ入れたらリーチっていうのが。いやもう 100% リーチでしょうね。はい、入れれるか。形は整っている。佐々木打点もついてきています。うん、三色手代わりとかもないな。やっぱ即輪になると思いますね、何引いても。で伊藤は折りなしの親みたいなことでいいですか。うん、と思いますね、はい、はい、勝又が想像の、あ、ただパワーバンが手の内統一でした。トンのポン入れています。はい、勝又プロもね、あの、はい、くらいの形だと難しいね。現在リードしてる方なので、うん、はい、あの本一まで伸ばすか、それともここで妥協しとくかっていうのは難しいですね。天敗です。ゴロチ、あ、ごめんなさい、イーシャンテンです。ゴロチが見えたんですよね。だから3ピン切ればゴロチになるんですけど、単野を確定させましたね。パーマン切り、そしてこのパーマンポンしてイーシャンテン2フロポンポンと入っています。仕事、あれでも仕事になるんですね、久渡はね。佐々木ですね。ただ仕事はあります。リャンピン3枚切られてこちら、うー、どうだ、チュンが出るが魚谷泣きは入れません。伊藤はチートイツってことですね、イーシャンテン。さあ佐々木来るか。ペーポン天敗リャンウッソーポンポンポン、威力はどうでしょう。威力はありますね。ヤクヤクだもんね、しかし。はい。トンペイヤクヤクです。伊藤は折りなし。
は久里がリーチってきたら、はい、かなり強烈な勝負になりますね。お互い勝俣も折りなしでしょうから、はい、佐々木がまずは追いつくんでしょうか。いいと思います。だから勝俣からすると久里にリーチと言われるのはもちろん嫌なんですけど、はい、久里とはもう戦うしかないので、うん、どうせ諦めつくんですけど、親からリーチって言われるのが怖いですよね。勝俣はね、リーチと言われました、はい、これはもう目つぶって全部戦うしかないんで、そうそう、まあ、ないただ実際ドラなんでね、はい、なくなったのかな、なくなりました。今ので大谷が吸収です。久里スチソーってあるの、きついですね。チーズがありますか。地層残り2枚あります。そこに頼るしかないわけですね、はい、勝俣のリアウンソ残っています。リアウンソはいっぱい残ってますね。残っています。四山もう数えるのが嫌なくらい残ってます、ね、数えちゃいました、すいません。決着つくのか、流局なさそうですかね。どうか、スチソがもう残り1枚でしょうか、はい、来た、やはり流局はなかったようです。ヤクヤクドラ1です、ね、はい、1300-2600です。伊藤の黒棒が飛び出てきました、はい、ちょっと怖い親入りを迎えましたけどね。そうですね、はい、まあ平然と切ってますけど、はい、打ってる方はドキドキです、はい、さすがの先生もドキドキしてたと思います。してたでしょうね、はい、さあこれで伊藤が一回親番が終わりました。難入です。最終戦ドラがウーピン、魚谷親番、うん、これで下とは浮いただけじゃ届かなくなりましたね、はい、魚谷さんはあこの手だとあまりいかないんでしょうか。ただ強く難から切っていきます、うん、どうなんでしょうね。あのもう上がる必要はなさそうですけど、まあ、普通に手になれば上がりに行くんじゃないですか。伊藤ドラ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 国士無双行きましょう。複合でしていいでしょうか。まあ、複合してもいいけど国士無双にドラあってもね。レンズのこいつもありそうですね。ひたとがここは手悪いね、はい、ナンバーの親番勝負ですが、次に現状13ポイント差がありますけど、伊藤、佐々木と勝俣ですね、はい、まだまだまだそんなに大変じゃないと思いますけどね、はい、初戦トップだった勝俣です。 7.1 ポイントなので、はい、浮きの2着3着だと2000点しか順位点は変わらないから、はい、5100点差までいけば同点。おお、最初のスタートが 7.1 ポイント差、はい、ってことは、はい、現状約1万3000点ぐらい負けてるから8000点ぐらい上がれば、うん、全然圏内ですね、はい、親場も残ってますし、うん、だから例えば2000、4000とか言えば逆転しますね、ええ、勝俣が有利ではありますがまだまだ分かりません、うん、あれ決めに行きます勝俣プロ、はい、これ決まり手になっちゃいそうですけども、どうか。佐々木もでも形にはなってきましたね。いいシャンテン、そうね、微妙だね。勝俣ですか。そうね、はい、あのもちろん無理なく本一に伸びればしますけど、はい、無理していくかどうかはもう順目的には微妙ですね。3万地いかがでしょうか。3万地あるんじゃないですかね、はい、コンスピ入る。たださすがに3万地してテンパイ取るはないと思うんで、3万テンパイです。大谷スッチピン単葉ピンフドライチ結構お高いですよ。めっちゃ面白いね。ひさちゃん危ないの。5%。ひさちゃん危ない。ドラくっついてくれませんか。の1枚残ってます。
でもこの形は結構引っ張る形ですかね、4、6、7、8って。どうかな、わかんない。いやー、勝又まんざまらせられたんで。いいシャンペン。スーピン危ないね。5% です。リーチしてくれないですもんね。あー、だい、だい、立ってる、立ってる。でも、チー。ヤンマン、イーマン落とし、ウーソー初のシャンポン待ちです。もう間違いなく天敗に見えるでしょうから、はい、魚谷がやめてくる、あ、やめてくれないか、やめてくれないですね。嘘当たり牌、スーピーも当たり牌、まあ、マリアンズを切りますよね、はい、はい、ただこれで逆に言うと下と上がられるだけできついんで、宝珠運動の話じゃなくなってくるので、はい、逆に強く出そうですけどね。勝俣さんもスッチピンはもう止まんないですもん ね、 そ、 うだね、そっちのパターンがある、はい、おお、伊藤が来るか、ピンフを崩してタンヤオドライチ3900に変わりました。ちょっとお値段ダウンしましたね、はい、お安くしときましたよと。リーチダリアンウピン当たり牌のスーピンにくっつけて佐々木がリーチ、キャー、スーピンは大谷に補充、受けた、さすがにね、はい、中筋嘘、うん、これリーチ入ってなかったら危なかったですね、まあ、3900でしたけど、ああそうだそうだ、はい、スーピン泥じゃないもんね、あの大谷さんの当たり牌の方だもんね。そして大谷が折りという選択になるでしょうか。折りもありますね、もう完全に撤退です。佐々木現状一人天敗、これも大きなポイントにはなりますが、ああそっかそっか、面白いね、久渡が天敗ない方を得した可能性があるよね、はい、あ、本当ですね、3900ほぼ補充だったでしょうからね、ええ、はい、勝俣のスーピンが助かったと思います。ただ天敗しなければこっちの方がいいですか、さすがに佐々木一人天敗、流局です。うん、面白い曲でした。まあね、はい、ドキドキする面白さはあるんだね、はい、それぞれの応援団がちょっと大谷だけよそれ、やめてよってなよドラパーマン、だってしょうがないじゃないよ、テンパっちゃったな、間違いないですよ、責められないです、そうから打つ方が悪いな、しょうがないでしょ、うん、あまり良くはないでしょうか。良くはない、はい、勝又が、ま、ただね、はい、親番流れたら逆転できない差ではない、はい、勝又さんドラドラでしたよね今、うん、チューン統一性決め手になる可能性ありますか、はい、さあ最後まで皆さんご覧くださいね。いや悪いな、ハイパイ誰ですか、シャトで、これ怖いのがさ、ええ、あの勝又にチュンポンって言われた時にこれ打点読めないじゃないですか。ああ、いろんな、うん、何でもある曲だからですか。いやだって1000点も全然普通にあるじゃないですか、はい、全然あります。久々に連チャンされるとまずいわけだから、はい、分かりづらい局面です。裁きに来る打点の可能性も全然あるので、うん、そうすると久々がね、あのドラとか打っちゃう、打っちゃうありますね、る可能性あるんで、ね、それで親落ちとか痛すぎますね、うん、結構勇気あるね、でも、この親番でチートイは、まあ、ただね、絶対連チャンしなきゃいけない上ではないので、はい、もしこのまま終わっても現状ポイントでは10ポイントでも着順とかもありますんで、うん、まあ、5000点差までいけばいいってことなんで、はい、もう5-2どっからでも5-2とか上がれば逆転なので、はい、親が落ちてもまだまだわからないポイント差ではありますが、あの勝又プロのね、はい、あの上がりで親落ちじゃなければ全然、あ、これでメンツ手に、メンツ手だね、はい、すごいチーマン引いたね、はい、めちゃくちゃ嬉しいチーマン引きました。2メンツ完成して、なんかチーマン引いたらワンチャンしたら逆転 ありそうだね、ありますね、リャンシャン点、佐々木さんが一番よく見えますもんね、大谷さんが厄介絞ってますからね、はい、伊藤も恥じ牌を集めていますし、うん、来たー、いいシャンテン、大谷さんからするとね、ええ、
かっちゃんが統一だったら切るよって感じなんですけどね、はい、教えてよって。親にボンって言われるのはちょっと迷惑なんでね、やっぱね。ケンちゃんは望んでいないです。チュンチュンもあるんですか？そうないですか？三万切りじゃないのかな。チュンチュンもあるのかな。馬強的に？チートに決めるんなら数万が二枚切れてるんだね。難しいですね、これまた。これは軍師の選択は3万でした、まあ、普通に藤崎さんも3万でしたか？僕はね、天秤はかけると思うので、ええ、どうか、選択はメンツテどうなの？これはローマン切りたいですか？パーマンガドラです。これでパーソーもポンじゃないですか？はい、後付けの形でパソが出ました、ね、はい、で、チュンチュンですね。チュンチュンです。やっぱ一旦嘘を切ってテンパイ取るっていうのはないんですね。やっぱりね、国士無双やってる人がいるからね、はい、ちょっと厄介には頼るのはやりづらいね、で、今、大谷さん、チューン合わせてね。はい。おお、いつまで持ってるんですか、大谷さん。おいおいおいと。しょうがないじゃない、下とも持ってるかもしれないんだから、みたいなね。親のレンちゃんだけはノーサンキューですから。はい、間違いございません。この条件性。ああ、そうか、パーソポンだから、急騰しか切りようがない。チューン、しょうがないですね。チューン。しょうがない。チューンには頼れない。はい。ただチューンがそこにいただけです。来い佐々木。サブロスは強いよね、はい、スチソンが薄かったもんね、多分ね。これも高いですよね、太陽ドラドラ3900。高いね。リーチって言いたい。そう、ね、はい、ただいでも勝又は引いてくれないから。むしろ役割になったら闇天とかの方がいいんですか？スッチピンで現物になったりしたら。闇天もありそうだけどね、3ピン引いたらね。はい。想像で打つとと、はい。うん。ただこれは老僧が逆にウェルカムになりましたね。なりました。ローソーは引き入れるとテンパイです。藤崎さんがローソー引き入れたらどうします？佐々木の手配だと。僕は闇天にしたいですね。はい、チーズを切って闇天。あのもう2フルまで行っちゃうと勝又降りてくれないと思うんで、はい、ただ久渡は性格的にぶつけると思うんですけどね。うわ、行って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 。いや、ただあの形から嘘は切りづらいか。残りでローソーフォローは効いてますからね。来た。選べるか正解を。何が正解かはわからないが、うん、これは役がないんで強制リーチだもんね。はい、イーピンとチーソーのシャンポンです。いや、ただ一体ね、3ピン捕まえてるつもりだもんね。はい、ちょっとリーチ打つかどうかは知らないですけど、サブロッソー対イーピンチーソー。あ、勝又もさすがに背景だけは降りるよね。おー、背景がついています、勝又に。ただ背景積もればほぼ満員。どうな、どうなの、決着つかず。おー、サブロッソー上がれず。はい、シャトイの命拾いですか。この対局まだまだご覧いただけます。まあ、ね、勝又に上がられたら久渡ジエンドでは決してないんだけど、ね、ただ結構な差になりますからね。あ、久渡さんってミックスするんですね、教託とリーボーを。本当だ。サンドイッチしています。国旗みたいになってます。トラパーマ。あー、勝負どころ。あら、さっきよりはだいぶいい。はい、ドラ引いたら一気に引き締まりますね、うん、ただ特別よくはない。対する逆にかっちゃんが悪くなりましたか。伊藤はある程度手役が欲しい、うん、ね、大谷はスピード打点どうだ。ピンチの後にはチャンスとか昔の人はよく言ったね、はい、ってことは本当に中はそういうの多いもんね。多いです、
やっぱ背中向けたりするとなんかこう追いやられたりしますよね、うん、不思議と、ね、やっぱ気持ちだけは前向きにっていうのがね、うん、人生大事ですよね。麻雀で大事かどうかは分かんないですけどね、はい、あ人生そうです ね、 大事ね。後ろめたいことはしない。あ違う違いますね。話が違う違いました。いやめんちです。あのどういう状況だっても後ろめたいことはしちゃダメだから、はいね、さあこれも状況的には全然わからないってことですもんね。リャンメンチーで打点とか、そう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 。振り点ですが残していきます。久とはチートイか、またチートイですかこの矢で。さあポンだ、まあ、テンペトラーズ振り点の、はい、大谷さん打ってもいいんですもんね勝又さんに、はいはい、どうだ天敗取らず勝又振り手の分を嫌っていいシャンテン。大谷もこれは戦えそうな形ではあります、うん、まあ、ただこのんでリーチは行きたくないですよね、はい、あの下手に追っかけられたら嫌ですから、できればピン風とか役をつけていきたいんですかね。役はつけたいですね。だってやっぱり1万2000とか宝珠は痛すぎますね。三つどもみたいになっちゃうからね、はい、わざわざそこには入っていきたくないですもんね、うん、まあ、まだ1万2000ぐらいでは三つどもにはなんないですけど、はい、もう打てなくなるからね。やっぱり1万2000とか打っちゃうとね。勝又さんのパーマなんかちょっと痛いって私思っちゃったんですけど、まあ、ドラあれは、まあ、あれはだからあの大谷さんに対してのアピールですよ。ああ安いよと、うん、あそっか、確かにドラとか見えてないと大谷さんもそれは打ちたくないなって気持ちも、まあまあそんなにもね、あの勝又プロに8000打つ分には何の影響もない、はい、何の影響もないんで、来ましたリャンソー、なんか強そうだけどどうでしょう。ここに2枚、うん、うん、強そう、はい、あただ2山ですね。それしかないんだ。勝又の押しかけに、あーチートイツ、ドラ票を重ねたね。リャンピン短期のリーチです。え天才のリーチ、山天才のリーチ来た、はい天才ロール、リャンウソ対リャンウピン、しびれる戦い。一枚切れてて山々なのこれ。山々です。リーチチートイ、勝又も全部勝負、ね、はい、リャンソーゼロ、ウソ1枚、1対2、スチピン、三者が天敗、スチピンも結構残ってますよ。どうでしょう、うー怖い、リャンソー残ってる、あー怖い怖い、リャンピン筋、リャンソー、あーこれで嘘、リャンソーゼロになりました。はあ、じゃあかっちゃんは大谷頑張れた、はい、ただ大谷さんはね親と戦う理由が何もない、そうですね、頑張んないよーんがあるもんね、やめるよーんが、はいすいません、やめました。こうなると勝又がピンチ、リャンピン切りますもんね。2対0です。いや、ピン止まんないですよね。はい、ウーピン通してますからね。ウーピン現物を。佐々木の天才、このリーチ、来るのか。ん？残りつもが？今度は勝又がピンチを逃れる番か。はい。ピンチの後にはチャンス。現物はあるんです。現物を今回抜いていきました。うん、勝又プロに打ちたいのかもしれないですけどね。ウソ持ってないですからね。はい。ウソは現物なんですけどね。リャンソーは筋なんで打てないですもんね。勝又宝珠はなくなりましたね。ここにリャンピン続いてるのか。入ってじゃないのか。入って。おほほほほ。いや面白いね。おもろい。息が。今度は勝又プロがピンチを逃れましたね、はいはい、誰にチャンスが訪れるのか、あ、
国旗が増えていきますよ。あ、綺麗に並びました。国旗っぽくなくなったんだ。はい。教卓3本、3本馬です。濃密な戦いです。さあ、ポイント差も状況をご覧ください。教卓3本あるので、はい、多分下とも上がっただけで逆転だったじゃないですかね。はい、じゃあ勝俣さんもここは先手のピュンと上がると、勝俣上がるとね、はい、ちょっと上がるとこのハンちゃん魚谷さんより上に行くので、そうすると飛車とは結構な差になりますね。じゃあここは佐々木一旦何でもいいか上がっときたいですね。今度はキャー、勝俣チャンス、勝俣チャンス、交互に来るのチャンスがね。はい、え、圧倒的ですか今回は。もうちょっと悪いですよね。圧倒的だね。もう第三者が現れてくれるのか、圧倒的。ウォッターにも良くないですからね、そんなに、うん、いやー、きついかな。ここはね、勝俣テンパってリーチはしてくれないでしょうからね、はい、どうなっても役はできそう。うわ、もう何にもしてない。勝俣のツモに注目です。伊藤は打点がイシャンテン、イシャンテン、はい、親はありますけど、そう捉えていいんですか、どうなんでしょう。いや、だってあれ以上高くならない可能性あるからね。そうですよね。自然に行きますか、どうするんですかね。こういう時難しいです、ね、なんか今2人が競ってて、はい、うん、なんだ、さすがに9ピン切るってじゃないのかな。9ピン持ってきたところ9ピンでした。で、スーソーはチーじゃないですか。はい、スーソーチーして9ピンパーピンと、はい、まあ、パーピン9ピンかどっちかでしょうけど、ん、救世主大谷が進んできました。お、救世主現るのか。あ、これでいいじゃん。はい、二差しまであるよ。あれやめてください。ドラも1枚ありますね。さすがに3色まで決まっちゃえば勝負ありかな。決まり手になっちゃいますねこれは。いや、もっと見てたいこの対局だから、もうちょっと、さすがに100万に近い点数必要になるもんね、はい、3色まで決まっちゃうと。まだだ、佐々木にまだチャンスはあるか。あー、いっそ総天敗、3色は崩れました。ただでも2000点はね、かなり有利になりますね。止まらないですよ、いっそピンフドライチ、教託が大きいです。救世主いいじゃん、点救世主、まあ、間に合わないな、救世主、救世主、ちょっといっそって何これ。伊藤も、あ、救世主来ました。うっぱそう、いっそまん、イスソは無理じゃないのこれ。うーん、何枚あんのだって。イソが3枚ありますね、まず。もうそれ、それ聞いただけでいいかな。はい、あら、二差し。あら、まあ、チートイツですか。またまたイーシャンテン。でもイーシャンテンまで来ましたね。チートイ引いて、はい、あ、イーソー引いて、ええ、いや、ドラが1枚とイソを引いたところでって感じだな。それとてイソを引いた藤崎さんの今日の当たるんです、ドラ短期。いや、それでもね、山に1枚残ってます。また勝負どころ、この2人の。いや、ただ6000オールは逆に突き抜けますからね。はい、天敗取らない、パーソー抜いていきました。いや、これ勝った方勝ちだな、これ。トラ短期、イスソ勝俣、イソ2枚、スソ2枚、勝俣もここは供託、はい、をした後に、ね、取られたくないです。いつもって言って取られるわけにいかないんで、はい、もう一切引かないですね。4対1、うん、あー、何に力が入る。伊藤もね、大丈夫かちゃん、3対1になったよ。3対1さすがに救世主、イスは本当だ、救世主なのか。いや、どっちが救世主よくわからない。まあ、どっちがチャンスなのか。はい、渡り天敗です。いや、ただかっちゃんの2戦手も上がりを決定だったな。今3山、ふふふふ、
これどうなんですか。ドローピンウツもドラ1です。さあ次の曲に勝負を持ちましょう。延長戦700戦300延長戦です。延長戦ちょっと一回水飲みましょう。さあラス前までやってまいりました。この死闘まだまだ終わりません。みんな涼しい顔してますけどね。ねえ、まあ、涼しい顔するしかないんですけど。はい、ドラッパーピン。来た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 。ちょんちょんもうまい。あの今度は、はい、ね、ハイパイの段階で久渡チャンスの番かなと思ったら、はい、また勝又チャンス。勝又チャンス。でも久渡チャンスがあるかもしれん。ちょっと言えないかな。大谷さんの躍々ドラドラが非常に気になる。気になりますね。ここぞという時に決めてくる大谷がいます。またこれでね、勝又さんを役割させてとかなると、うわ、うん、そうね、はい、どうなるんでしょうか。どうなるんでしょう。7.1、まあ、久渡はもう浮かなきゃないのだけは確定で、はい、今やっぱ8000点ぐらいなんですかね。浮きを考慮した上での点数差ですね、うん、ここで 1,3,2,6 ぐらいでほぼ並びでちょい逆転するのかなっていうぐらいだと思うんですよね。満貫クラスを上がれば、うん、そんな状況です。残り2曲、皆さん組み立てはできているでしょう。まあ伊藤もね、先ほど天敗っていうところからやはり現物のパーソンを抜いて、うん、なんかね、はい、勝負決めるのが嫌ですよ、はい、やっぱね、まあ、藤崎さんそういう気持ちすごく痛いほど分かると思うんですけど、分かりますね、はい、だってこうなるとさ、はい、あのプロの思考としてね、はい、最後まで勝ちを目指すのももちろん立派なのかもしれないですけど、はい、みんな注目してるのは主役は久渡と勝又なわけですよ、この局面ってね。だからあの主役に対して割り込んでて自分が勝負決めるのがやっぱり嫌なんでね。うん、あの状況になるとそう思っちゃいますよね。はい、なんかどれが正解かはもちろん分かんないですよ。はい、分かりません。あの途中で諦めるのが失礼だって言って最後まで頑張る人もね、はい、それも一つの方法です。もちろんです。さあ、魚谷がチュンのポンを入れています。この魚谷チャージはまた効くよ、あれ漫画あるからね。怖い。あ、ドラを先に。なるほど、これは漫画まではいらんと、まあ、長引いて持っておきたくない灰でもありますね、うん、まあ、残休か2000点ってことですね、はい、ここね、まあ、なんか暗黒になれば強引ですか。どうなっていくんでしょうか。なんかここに1枚、ただ地位はしないような気がするんですけどね、はい、イスピン6級ピンですか。泣いてもテンパんないんで、まだなんか出ましたよ。クラポンですね。役確定です。先ほどドラを1枚切っている渡に、イーソーは手の内に残していきました。まあ、白シャンパイだから完全度ないってことですかね。ただイーソーはもっと危ないよ。はい、安全度にはなってない。うわ、ひさとがいつの間にかまくってるね。打点ちょっと足んないけどね。本当ですね。いいシャンテン、くっつきシャンテンですね、はい。あれ、また漫画に戻ってきたね。あら、来ました。ドラにくっついたね。ロキュピン、フリテンリーチ、フリテンリーチとなりました。遂行します。なのいかがですか。ちょっと大谷さん、こうなるとどうですか。現物ありますけど、いそういそうと、うん、まあ逆に今度はあれだよね、さっきの勝又プロに対してと同じで、はい、久渡には打ってもいいわけですからね。あ、なるほど。キューピンってどうなのか数えてみましょう。 1,2,3 手の内で3枚あれ意外残ってますよ。3枚おこれ作ると、はい、多分ね、あと2000点ぐらいの差だと思うんですよね、はい、嘘きてく。勝又さん的にはもう絶対っていう親番でもないですか。まあ、もともと言っていたように8000点、うん、ちょっと難しいところではありますね。これどうするんですかね。関羽ピンで小さい3ウッパマンテンパイが取れます。3ピン
切る手もあるけど、ノーチャンス。ああ、そっかそっか、魚谷さんに法事上がシャレにならない可能性があるのか。役役を仕掛けている魚谷です。本日の可能性ゼロじゃないもんね。つもりに来ました、鳴かずの選択で。まあそっちよりもどっちかっていうとね、1500上がってどんだけ決まり手になるかなって考えたんだと思うんですよね。もう一曲ですもんね、結局親番で、ね、ただあの上がりをさばけるのも大きいけど、はい、テンパイイスピン、これ打ち込みとかになるとまた、ただいいピンがありません。イスチピン、イスチピン、イスチピン、勝又泣かずしてテンパイを入れてくる。振り点佐々木はどうなるの。三面ちゃん、勝又がいる。これを果たしてどっちのチャンスなんだ。はい、リーチまであるんですか。ないか。ん、なんだ、リーチ難しいね。リーチもあるけど、はい、なんかあのもし負けた時にリーチ棒までつけるのは非常に危険だもんね、はい、ただリーチもありますね、はい、全然ね。イスチピン網点継続です。大谷もテンパイっぽい。どっちがチャンスなの。6球ピン結構まだ残ってますけどね。イスチピン薄いんでどうでしょう。ただ出張りできませんからね。はい、あと2枚 GP 残り1枚、2ピン0です。数ピン1、2対2。はい、あ、またお預けなのか。おお、あ、シャンポン、はい、ローピンリャンマンです。ツモはもう残っていません。勝又、うん、相手が大谷となります。お預けでした。延長じゃない。勝又、佐々木、二人転売流局です。振り転対勝又も面前で仕上げました。ちょっとだけ振ります。はい。いや、決着つかないね。つきませんね、こんないい戦いがね、はい。じゃあリーチ棒出して点差は広がったはずなので、はい、9000点ぐらいの感じですか。佐々木が上がってオーラスを迎えるか、うん、勝又の手配ご覧ください。ドイツが多い形でしょうか。伊藤は手役数アンコとか狙っていきますか。ウィピンから大谷は一通が見えていますが、できれば役をつけて上がり系も良くしていきたい。やっときた、久保チャンス。はい、勝又ピンチ行こう。うん、そうですね。ただ久田の方がちょっといいですね。これ久田さんは地位とかまであるんですかね。いや、ただ神ちゃんは大谷さんだからね、地位点とか地位して後継の遺産点になればいいけどな。はい、うん、大谷さんは普通にあの上がりには来ると思うんですけど、アシストまでしてくれるかどうかちょっとね。そうですよね、期待できるかというと、関数は引いた。まだまだ続く勝又チャンス。ローピンは残しています。ドラにくっつくがカンちゃん。チューンがんこになりました。いや、リピン痛いんじゃないのこれ。ちょっと痛いか。でも本一で3万は泣く、はい、必ず。はい、わかりました。3万は泣く。数万泣くかどうかは知らわかんない、微妙なところ。チーマンは泣かないでしょ。はい、こちらの手です。あ、お帰りなさいですけど残しましょうか。シャドラ打つ、ドラカンも先に置いた場所です。シャーもあるね。パーピンドラでした。え、どっちチャンス。これまたまくったね。え、3万3山じゃんこれね。おお、久里さんチャンス久しぶりに。でも1枚引けば勝又の方が広いもんね。まあ何引くかによりますけど。現状佐々木チャンスか、また2人の争い。現状は佐々木チャンス。佐々木チャンス。ただ久里はね、はい、3万チーとかでは足りないんですよね。カン、
一回上がってオーラス勝負に行きます。オーラスもね、あの伊藤さん親なんで、はい、一局勝負ではないの で、ね、続きますよ。いやこれ3枚出たらどうするのかな。だいぶでも2枚目だからチーなのかな、ちょっと分かんないね。ちっちゃいそうですけど、どうしようどうしようか、決めとかないと。S1 コー狙うのかな。そうですね、狙いたいですね、うん、伊藤です。苦しい立場ではありますが最後まで諦めずに戦います。3枚引けばリーチだと思うんですけどね。あ、勝又チャンス、勝又が広くなったね。来ました来ました。え、藤崎さん泣くんですか3万値。いや泣くと思うな。さすがに2枚目の3万だもんな、はい、引きませんね。さあどっち先、熱いバトルがまた見れちゃうか。スチーマンとサブロッソ、はい、はい、サブロッソは1、2、3、4。ああ、サブロッソ三蔵2枚とかですね。うん、薄いですね、うん、3万めっちゃあるんですもんね。あ、2枚か、はい、ん、3枚ですね、失礼しました。スチーマンはどっちも欲しいから、欲しいです。でしかもいっぱいあるね、スチーマンはね。スーマンが1枚。うわー、どうする。んー、ち。ち。いやー、難しいね。2枚目3万ち。おー、こういうこと。男ですね。いやこういう選択もあるんですね。勝負でしたね。はい、勝負出ましたね。先輩取っちゃいそうですけど、これまたかっこいいですね。まあ、先点上がっても、ね、先点2、先点上がってもね、はい、っていうことですから。藤崎さんも3万地位からの転敗。うわぁ、でも2枚目ですもん。僕は転敗取っちゃうね。はい、でオーラス、オーラス、オーラスね、大谷さんの親で一局勝負とか言われるとやりづらいんですけど、はい、一局勝負ではないので、ね、伊藤は連チャンしてきますからね。3万が紡ぎられています。勝又チャンスも長々なかなか、テンポない、ね、はい、さあどうか、テンパ入れたいですね。佐々木、お互いにスッチマン引けないね。ええ、まだあるもん、ね、スーマン1枚残ってます。あとチーマンも残り2枚でしょうか、ね、はい、三山です。決まり手が今回は生まれるのか。ああ、すごい、チーマン。うわ、ほんとだ、3万チーマン。さあ、天敗勝又三郎荘。もう1300、2600を引いてると、100点上でオーラスを迎えるそうですよ、スチーマン天敗。枚数スチーマンでしょうか。はい、サブロッソ。ただ3サブロッソは他の人から打たれる可能性もゼロじゃないからね。あ、ここのはこれは打たれそうだね。ロソサブロッソ数層とかもありますか。もうあ、ローピンでした。あ、振り点残すんですね。はい、え、変わらずスッチーマン。3つは消えましたけどね。はい、役配本一です。もつもなかったんですね。じゃあ9枚いけるよね。魚谷がチーすると、んどうなんでしょう。天敗ですけど、チーするとでもチー葬儀にしかなんないな多分。そこサブロッソ、ただ佐々木に配定がいきますよ。ここにナイシャーでした。はい、延長戦またですか。3人天敗流局です。まあ一つ今回も佐々木がこの3万泣くかどうかっていうのもありましたけどね。泣くよ。泣きますね。2枚目の3万泣きます。多分ね、はい、いや泣きます。ね、なあの泣かない精神力の人は上がってますけど、はい、1、3、2、6ね、うん、トラ3万です。今度はどっちチャンス。勝又チャンス。まあ大してよくはないかな。でもドラ1、ドラメンチャルね、うん、悪くはない、ね、はい、
伊藤が一メンツ。またあんこ系を意識するでしょうか。大谷今回ちょっと厳しいか、はい、あら悪くないですか。悪いですね悪いですね。あら勝又チャンスでしたね相撲が生きております。ただ嫌だよね、勝又もこれだけ決め時が来ててさ、決められてないわけですから ね、なんかパッすぐにもう親を終わらせたいのに、うん、また連チャン連チャンと決まり手が決まりません。ここでね、ちょっと、はい、例えば2000オールなり何なりピョッと引いてね、はい、であと大谷さんと2人で勝負決まったでしょって、仲良くしましょうって2人で流して終わりにしましょうって、ね、はい、早く落ち着きたいです、はい。いやこうやってね、トッププロが集まるとこんな面白いね。これにあの大谷さんが絡んでて面白い、ね、そうなんですよ、ね、あれ大谷さん手張ってるよみたいなあれ高くねえかみたいな、やめてやめてみたいないや伊藤さんもこうやってね、なんかそつなくっていうんですか、この場にそぐわないようなはいを打たずに、ね、なんかね、はい、2人の一騎打ちを邪魔しないように打ってますけど ね、まあ、これもこれで一つのプロのあり方です。本当ですね、ドラハンコです、勝又チャンス今度こそ本気です。伊藤さんあっさりテンパりそうですけど、ここは救世主になる。佐々木が白のポンを入れました。救世主なるんでしょうか。イシャンテン乱走ポンだ、ドラハンコイーシャンテンです。くっつき。イーピン自身で切っています。単位王子掛け。さあ、テンパイですが、どうすればいいのか分かりません。もう。まあ、これは、どうすんだら闇テンはね、1300といえ闇テンはやりづらいんですけど、これ闇テンしましたが。上がらないとかは変ですか？出ました。あ、伊藤上がりませんでした。うん、じゃあ、もうちょっと高くなって、でリーチして、おお転売です。サブロマンス層、次こそ決着つくのか、勝又単位踊らさんです。さすがに決まりで、はい、ただ佐々木もいいシャンテン、数層はないのか、数層はここに1枚単品に変わりましたが、闇点継続、数層ないとなると、サブローマも自身でこの枚数使ってますからね、4枚。ただ飛車とかね、カンサンマンとか欲しい形、ね、はい。そうですね。あ、ローマンないじゃないですか。3枚1枚だけ。あら、あらら、カンサンピ。ね、サンピもゼロ。おおこれは決まりか。お見それしました。お見それしました。ラスハイ3万です。タンヤオ、あ、ごめんなさい、タンヤオドライオン4000オール4200オール、これはもう役満級が必要になりましたね、はい、だって勝又はトップまでいたもんね、この辺さんね、はい、これは決まりましたかね、決まりといってね、はい、いいんじゃないかという点数差までは来ております。どのくらい必要でしょうね、これで、はい、親番もない佐々木、そうだね、あの 7.1 ポイント勝ってたんだよね、はい、勝ってました。結構とはもう勝又がトップまで行ってるので、ええ、このハンちゃんほぼトップまで行かないと負けなんで、勝又をまくんなきゃないですね、めちゃくちゃきついですね、それは。あれ、そうだね、もう役満級になりましたね、はい、今の4000オールの流れで3万2000点差ついてるもんね、はい、さあこれで勝又も親を続けていく気ですね、いいシャンテン、うん、まあまあ手がいいからってことですよね、はい、立てはありませんが、もうやめてもいいくらいの点数ではありますけどね、はい、一応手がいい、スピード感があるので、ええ、
だからまああの金も人微妙な手なら多分出ていかなかったと思うんですけどね。佐々木シャンテンです。佐々木はどうですかね、その打点がかなり必要にはなってきましたが、ピンフドライチが見込めるような手配、買い上がって下ろすしかないもんね。はい、トンの果敢です。シンドラは増えません。ソーズの方についてシャトもね、1曲前にこの手欲しかったよね、はい、ドラドラです。うん、ハネモンまでありますね。3色メンピンツモ3色ドラドラ、まあ、ただ派閥も倍つもとかですからね、うん、条件がね、はい、これ闇点にして、はい、勝俣さんから直撃とかだったら、ああそれもあるんですけど、はい、固まったから直撃しないとダメだもんね。うん、そうですよね。やっぱそう、佐々木はリーチです。闇天でも相撲っぱねだったからね、はい、闇天もありましたね、はい、リーチピンフドラドラです。高めがパソ、さすがに羽直はないでしょうからね、固まったもこの曲はいかないと思うんで、ね、はい、リーチが入っています。羽根つも羽根つも届くかどうかぐらいだもんな。佐々木の勝負手、まずは一つ決めていきましょう。そっからオーラスを見ていきたいところです。ん、ちして天敗、安全牌使うことになりますもんね、一、うん、枚今日はシャーの統一に手をかけます。さあ佐々木のパーソーはどうでしょうか。これパーソーって2枚残ってますよね、うん、7.1 ポイント差は3と8で5ポイント、うん、2000点差までいかなきゃないんで、はい、ほぼ負けなきゃないからやっぱ3万点だもんね、はい、きつい条件を突きつけられています。佐々木、ウーソーのツモの方でした。最後倍ツモ条件になりそうです、はい、リーチピンフツモドラドラ2000、4000、2300、4300です。1万7、8000点差ですね。そうですね、はい、倍ツモ条件になりますね。最後条件の確認を改めてしていただきます。羽直倍積もになると思います、ね、はい、直撃は羽満、あれ満直だと順位点の関係でもしかしたら取るかもしれないね。ちょっと改めて見てみましょう。現在ポイント状況が出ております。ご覧ください。満の方針は着順落ちるもんね、はい、頭のところね。条件の方をお伝えしていきます。佐々木の条件です。ツモは倍満です。直撃が満眼が足りるかどうかですね、はい、7700が OK ということです。満直 OK ということですか。トップ2着だとね、順位点の差が5ポイントあるんですけど、2着3着になるとね、順位点の差が2ポイントしかないので、うん、3人気の場合はその分の関係で、はい、直撃は7700で OK と、7700、そして大谷からは倍満と、伊藤からは3倍満となります。うん、となるとまあ直撃もなかなか難しいので、倍満クラスを狙っていくってことですかね。どっちかですよね、はい、ダマ天の7700狙うかそうですね、バイマン作る方が難しいかもしれないから、はい、そこはなんとも言えないですけど、ただ親の連チャンがありますので、うん、ここはね、伊藤さんはここはまっすぐ上がりに
今までね結構遠慮して打ってましたけど、はい、ここはもう何の遠慮もいらないでね、最後まで振り回すだけなんで。そうですよ、いきましょう。伊藤にまずは注目です。親番連チャンなるか。一メンツ。続きまして魚谷ドラガスピンで白統一でした。もう終わらせば、はい、間違ってこと勝又プロがね、はい、伊藤さんに5800とかを補充すると、はいはい、5800だいぶまずいね、着順落ちるもんね。そうですね、飛車との条件は一気に軽くなりますからね、はい、それは嫌ですね、ちょっとやってないですね、うん。第1打パーソーギリー佐々木国士無双でしょうか、うん、ただ勝又プロは魚谷さんになら何点打ってもだと思うので、ええ、まあおそらくね倍満ぐらいで打っても大丈夫だと思うんでね、条件は熟知していると思います。本当だ、勝又先生だもんね。はい、そっか、今日どんなに条件難しくなっても勝又先生に電話、教えてくれ、電話できないね選手ですからねあ、もうポンテン魚谷さんが、はい、結局最後は魚谷が決めるのか、白のポンテンが取れる形です。はい、伊藤もう一つ二つ、うん、もうちょっともがきたいんですが、まあとりあえずね、ええ、乱話の意味から察すると、はい、法王のしもべらしいんですね。そうなんです。はい、まああの魚谷勝又の2人にね、ええ、まあお前ら乱話取って俺のしもべになれやと、オラオラと、オラオラと佐々木がね、そんな感じでいいんじゃないでしょうか、はい、まあ久とも悔しいでしょうけど ね久しぶりの公式ルールのトーナメントで、いや熱いバトルがね繰り広げられて、はい、見てる私たちはすごく充実感はありますけどね、はいはい、まあ、悔しいでしょうけど、はい、今更乱話いらないでしょ君みたいなシャンポン待ち天敗です。白だと出上がりができる形を選択しました。やっぱりこれが王道ですかね、このシャンポンで闇手にしてが。まあ、リーチもありますけどね。はい、うん、伊藤さんになら親で追いかけられてね、例えば1万2000とか言われてもね、はい、それほどビクってわけには、ビクするわけではないので。はい、勝又プロなんか一生懸命打ちに来てくれるんですよ。そうですよね、まあ、ただそこまでやる必要がないくらい 点差が開いてるんでね、はい、おー、リュウイース、あ、リュウスビじゃない、ごめんなさい、なんだっけ伊藤がイーシャン、チューレンのイーシャン点です。中連のイーシャン点、あ、ごめんなさい、チーズのイーシャン点です、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとテンパりすぎです。急走あるの、急走1枚残ってます。あー、ただ佐々木から打たれました。はい、白のロン魚谷です。白ドライチ2600。さあこれで最終4回戦が終了となりました。4回戦のトップには勝又、2着に魚谷、3着佐々木、4着伊藤の並びで終了です。4回戦が終了して勝ち上がりを決めたのは勝又と魚谷という両名になりそうです。改めてインタビューしてまいりますが、インタビューの準備に移る前に、はい、藤崎さん、はい、今日振り返っていかがでした？そうね、面白かった、面白かったですけど、伊藤さんはちょっと残念でしたけど、ね、決して内容が悪いわけじゃないんだけど、ついていけないもんね、はい、なんでしょうかね、あの、うん、さっきも言いましたけどね、これが本当に若い子だったらね、はい、いい経験できたねって、はい、次はこいつらやっつけてねって言いたいですけど、ね、若い人でもないしラストチャンスでしたからね。ラストチャンスでした、うん、まあただまだまだね、戦いは乱和戦には出れないですけど、戦いは続きますんでね、はい、ぜひ今度は A リーグとかまで上がってきて、まあ、こいつらやっつけてくれという感じですかね、はい、いろんな対局にも、うん、率先して出られてますからね、 WRC リーグとかも。そうですね、はい、うん、どっかでまた一つチャンスを掴んでぜひね、はい、うん、戻ってきてくれると思います。この後ね、選手 4名それぞれお話聞きますので、うん、皆さんも聞きたいことあったら今のうちに書いておいてください。そうですね、どんどん質問していただければ、はい、
うちの小笠原が全部私頑張ります処理しますのでさあ準備できたようです。まずは4位の選手からお話を聞いてまいります。4位、伊藤博則プロです。伊藤プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。改めまして、はい、初めてのこの放送対局、はい、いかがでしたか。全く緊張がないって言ったら嘘になりますけど、はい、まあそれほど気負うこともなく、はい、トライすることできました、はいはい、4回戦ってみて自分の麻雀っていうのは打ち抜けましたか。はい、逆に半ちゃん1回目2回目の方が打てたような気がします。3回目、まあ 4回目はちょっと離れてたんで、そうですね、まあ、きつい状況でした。まっすぐ打つことはなかったですけど、はい、はい、後悔がないと言ったら嘘になりますけど、まあ自分のできることを精一杯できたと思います。3回戦とかでトイトイ本一の役配で、ね、高上跳ねまんっていうところで、はい、魚谷さんに換算数上がられた時にちょっと笑いも込み上げてましたけど、あれは大きかったです。自分の中ではちょっとあの時どういう気持ちでした。あの折れました。あれは心がちょっと折れちゃいましたか。折れました。あのサブロッソーとかだったら、はい、魚谷プロがサブロッソーとかだったらよかったですけど、うん、動きが入った後3度積もられたんで、はい、ちょっと折れました心が、はい、さあ藤崎さん、はい、伊藤プロの戦いぶりはいかがでしたか。いやなんかね、麻雀させてもらえなかったみたいな対局になってしまったんでね、うん、ただ本当にまあ多分今の話によると3回戦目はご自身のスタイルじゃなかったんでしょうけど、多分勝つために最善尽くしてね、3回戦目は本当に打点特化型 の手組みに変えた感じはしたんでね。はい、まさしくそうです。はい、勝つための最善を、まあ、やっぱりスピードじゃ勝てないなっていうのが1回戦目と2回戦では目でね、多分分かったんで3回戦目ちょっと戦い方変えたんだと思うんですけど、はい、まあその辺はねベテランの感じで勝ち方は知ってるなと、うん、ただやっぱり自分のスタイル変えなきゃない時点でね、やっぱり今日はやっぱきつかったってことなんで、うんうん、今日きつくなければ自分の戦い方変える必要がないんで、ね、はいはい、まあそういう面で最善の努力はしたのかなという感じで、ただね思い出に残るほどインパクトのある曲もそんなに作れなかったですけど悔しい思いもあると思いますけど、はい、なんでね、多分何もできなかったのが一番悔しいと思うんで、うん、またここにこのスタジオはずっとこれからもあるんで、そうですよ、乱和戦は出れないですけどね、はい、違うところ対局で戻ってきてもらって、はい、まあ、今日の悔いを払拭していただければと思うので、はいはい、頑張ってください、はいはい、ありがとうございます。では最後に一つ、ファンの方も見てくださったと思うのでコメントを最後にお願いします。はい、ちょっと結果だけ見る、まあ、結果が全てになりますけれども、結果だけ見たらちょっとやっぱり自分も反省する点多いと思います。ただ、自分の中では若干無駄な放ちゃんが2回ほどあったんですけれども、それ以外はいいとは言えないですけど悪くない対局できたと思います、はい、また修行してまいります。ありがとうございました、はい、お疲れ様です。ヒロリンとも届いておりますまたこの場に戻ってきてください。ヒロリンしてるの珍しい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、続けましては惜しくも敗れてしまいました佐々木久人プロです。現方方位お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、全4戦戦いました。いかがでしたか。ケンサンマン名前ありましたか。ケンサンマン、どこのペンサン、最終戦チーしたやつですか。トン1曲 C1 ポーしたやつ。あー、魚谷さんが一番安くなっていく3枚。あー、はい、そう 3枚やもんね、うん、はい、がっかりですちょっとまだみんなね、はい、テンパってると思ってないと思うんで、ね、切ってくれそうな雰囲気もありつつ、ね、ありました、ありました。みんなまず切ってましたからね。そうですね、はい、まあ上がれたらちょっとまだ変わったでしょうけど、はい、仕方ないかなと、はい、いやでもマオリッチもありましたし、あと気になった点がちょっと聞きたかったのが3回戦です、
大きなトップ取った時なんですけど、はい、トーン2曲ですね、イスビン待ちで大谷さんから E ピン上がった曲名を覚えてますか、はいはい、あれピンフドライチで闇天に久保さん構えたんですけど、はいはい、あれはどういった思考でしたか。一気通貫と、まあ、単品の一手代わりですよね、はい、で勝間さんちょうどゲームズになったし、まあ、一回上がっとこうっていうところですね、うん、はい、じゃあ3000、6000とかまで見て、あのイースオーか、まあ、サブロー相当振り返ったら多分そこでリーチいったと思いますけど、はい、はい、いや最後までね本当接戦で異形の戦いだったんですけども、藤崎さん、はい、まあ最後ね、あの俺が久田に対して何か言うってことは何もないので、はい、ただ本当にね面白い対局見せてくれて、最後勝又とのあの龍曲合戦ね、毎回ハイパイはねめっちゃ劣ってたんですよ、はい、あの時勝又プロがハイパイ上がれなかったですけど、ハイパイずっといいのが続いてて、はい、だいたい勝又チャンスがずっと訪れてた中ね、耐えて耐えて優局に持ち込んでの展開で、まあ唯一勝てるチャンスがあるとすると、あのペン3万チーしなければね、はい、1326がね、あの3万引いてチーマン積もってるんですけど、ね、ただあれは泣くよね、あれ本質行きましたね、泣いて、あの面前の時はね、まあ、2ピンジャントでもいいかなと思って、はい、そうだよね、ちょっと妥協策で残したんですけどね、難しかったねあれは、ね、あれ、はい、あれが針の穴を通せれば、なんかオーラス100点上で迎えられてたらしいんですけどね、あまあでも泣くのが普通だし、ね、動いていくのが久々だろうから、うん、はい、まあ1回戦目ね本当に苦しい中オーラでしたからね、うん、まあ、やっぱり形作るところはさすがだと思うし、はい、ね、であの乱和戦の趣旨はね、鳳凰の召使いを選ぶ戦いらしいので、どんと構えて、それで上今度またね、あのまあ久田は蘭和戦闘のコーナーじゃないんで、やっぱ鳳凰戦も控えてますしね、はい、まあ、あの赤い方をぜひまた連覇していただければと思います。では最後に一言お願いいたします。まあ残念でありましたけどね、あのまあ何3局あ違うあの最終戦の裏番でペン3ピン失敗した局もあって、ありましたね、総数ね5-7にしちゃって、あれも上がり逃しになったし、うん、まあ、ちょっとミスも多かったかなと思いました。またちょっとしっかり立て直して、まあ、鳳凰戦なりいろんな試合で頑張りたいと思います。おめでとうございました。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。佐々木里プロでした。そしてここからは勝ち上がりを決めた選手にお話聞いてまいります。勝又健二プロです。勝又プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー最後は熱戦繰り広げて見事勝ち上がりを決めました。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、まあ、きつかったですね。なかなか決めきれなかったので、はい、はい、いやー 1,2,3 回戦トーン1局はあのかなり早い手の2戦4戦決めて、はい、まずあそこで選択サブロスそうにせず白短期、うん、あそこも勝又さんらしいなっていう部分もあったんですけども、まあ、一番いいのはイースーチーソーだったんで、はいはい、あのイースーチーソーになれた時に最終手出し老僧になっちゃうのはちょっと上がりづらくなるかなっていうところでした。はい、そこからまあ打点はあまりなく3回戦まで、そうですね、まあ、2回戦3回戦全然手入らなくて、そうですよね、まあ、でもその中であんまり離されなかったのが良かったなと思います。はい、そしたの最終戦で見事上がりを決めました。さあ藤崎さん、振り返ってみて勝又さんの対局いかがでしたか。まあ本人はね今日はあの最終戦ストレス溜まったと思うんですけど、毎回後輩パイ来てこれで決まるかなっていう時に毎回流局するっていう、ね、はい、ちなみにあのサブローマンスーソー、はい、残り3枚1枚でした。なんと 最後のね、はい、ドラを引き当てて決め手になった感じなんですけど、まあまあ、 あのイライラする展開の中でもね、はい、まあ、結局はあの下とからリーチ来てもお互い決め手になるところだから全部戦うでしょうみたいなのもね、うん、はい、大体勝又プロなら多分当然だろうし ね、まあ、あの展開を、まあ、我慢できたっていうのがね、まあまあ、あのくらいのことは もっときつい場面いくらでもくぐってきてるんでね、間違いないです。あのくらいのことは簡単にやるんでしょうけど、まあ、あの辺がね、まあ、さすがだなと言った感じですかね。勝又さんでした。勝又さんおめでとうの声がいっぱい届いておりますが、ベスト8に向けて最後に意気込みお願いいたします。はい、そうですね、まあ、なんか今まだ勝ったばっかで全然先のこと考えられてないですけど、まあ、あと2週間後にベスト8なので、はい、またそれまでいっぱい練習して、決勝戦いけるように頑張っていきたいと思います。はい、楽しみにしております。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。
さあ最後はこの方です。魚谷由美プロです。魚谷さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ全4回戦戦って今のお気持ちいかがでしょうか。はい、今日はランワが味方してくれて、はい、あの上がりたい局面でほとんど上がれたんでついてましたね。いやでもなんかその中でもいろいろ選択があったりして、はい、まず2回戦目ですかね、はい、一数万にして見事上がりを決めた2戦4戦があったんですけども、はい、一数万かなり切られていて6枚でしたっけ、はい、でシャンポーの選択あったかなって思ったんですよ、はいはい、あの時は自分の中では両面って決めてましたか。まあ一数万誰も使ってなさそうだなって思ったので、はい、まあっていうと3万もあんま変わんないかもしれないんですけど、まあ一数万紡ぎられる範囲だなって思ってたんで、まあ一数万にしようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと3ピン引いてきたところでありましたね、イスチーピンかなみたいな。そうですね、はい、イスチーピンになってたなとは思ったんですけど、はい、まあ先に数万がいてよかったです。高めの方で、はい、上がりとなりました。あと3回戦目もリーチドラドラ7700、はい、あそこも難しい局面だなというところでやっぱり早くて選択がカンニャンピンに決めてましたね。あ、はい、もうカンニャンピンはこのテンパイ入ったらこっちにしようとは決めてて、まあ、リャンピンちょっとだけ感触そもそもあったのでピンとした感触あったんで、はい、まあドラのシャンポンよりかは4枚まああると思われるリャンピンの方がいいなと思ってたんで、はい、あれは迷うことなくカンリャンピンでした。はい、はい、いや最後もね魚谷さんが絡んできての面白い対局がずっと続きましたけど、うん、藤崎さんいかがでしたか。そうね、最後放送席は、はい、おお、ウォートに高いよそれはみたいな、やめろよってちょっと高すぎないかみたいな、そんな感じでね、すごいなんか3人の絡みがめちゃめちゃ面白くてね、はい、はい、楽しい対局見せてもらって、まあ内容に関してはね、さすがでしょう強谷さん。あれだけあの仕掛け多くて前に出てるのにね、まあ闇天の当たり牌とかだけビッタンビッタン止まってね、本当ですよ。まあ見てる今日はファンの人は痛快だったんじゃないですかありがとうございます、はい、で最後ねあの1万8000でもファンの人は多分安心して見ていられたと思うのでね、はい、まあ大谷さんはね、まあ、決勝まで行って決勝頑張ってくださいの話でね、はい、まあまあ一つずつなんで次ベスト8頑張んなきゃないですけどそうですね、まあファンの人たちはおそらく優勝願ってると思うんでね、はいはい、では最後に今日見てくださったファンの方へ一言お願いいたします。はい、公式戦の、決勝戦は、まあ、1年以上はちょっと記憶にないので、まずは決勝に残れるようにベスト8も全力を尽くして頑張ります。はい、応援ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。魚谷由美プロでした。ということで、あれランワは決勝1位なのかな。ランワはですね、決勝は12月の19日です。あれ、魚谷さん、はい、王家とかぶったら結構しんどいスケジュールになりますね。あ、ちょっと頑張ってもらわないといけない感じになりますね。大戦とかもありますから ね。あ、出てますよ。さあ、これでもう席はあと1席ずつとなりました。ベスト 8A 卓が今野富田勝又、はい、B 卓は猿川金子魚谷という面々です、はい、さあ D 卓お知らせをさせていただきます。来週、あ、そのはい、その前にちょっと皆様にお伝えしたいことがありまして、実際ですと勝又さんが B 卓になるんですけども、はい、で魚谷さんが A 卓なんですけども、対局の都合上で勝又さんと大谷さんを一応逆にしております。結局の違うというかスケジュールの、ね、スケジュールの、はい、都合上です。はい、はいはい、試合開始前からそれは皆様にお知らせをしておりますということでご了承ください。はい、ということでデータ君のお知らせをさせていただきます。データ君は11月12日金曜日、メンバーが木島幸太郎、住隼人、藤島健次郎、柴田義和の嫁です。解説には山田博之プロをお招きしますので、皆様ぜひご覧ください。ということで藤崎さん、本日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでこのあたりで失礼したいと思います。皆様またお会いしましょう。それではさようなら。